小さい頃から私はアリバイ崩しをする祖父に憧れていました。時を戻すことができましたよ。そんな私に祖父はアリバイ崩しの練習問題集を作ってくれたんです。解いてみるかい、うん、おじいちゃんありがとう中学1年生の時、私は練習問題を全て解き終えました。そして祖父はいよいよ本当のアリバイ崩しを実技で教えてくれることになったんです。今度の問題はね、今までのとは一味違うよ。おじいちゃんが犯人なの？そうだよ。この店の振り子時計を止めるというのが祖父の犯行。3時20分に動いていた振り子時計は10分後の3時30分に3時25分を指して止まっていました。止まってる。ですがその空白の10分間、祖父にはここから車で20分以上かかる場所にいたというアリバイがあったんです。時なにこのアリバイ崩せるかな写真のネガの順番から祖父が壁時計と写った写真は犯行前日の夜にあった祖父の誕生日会の後だったということが分かります。つまりこの写真はこれ間違いなく犯行当日の日中に撮影されたということだな。はい。その後私が考えたのは写真の写真を撮ったのではないかということでした。写真の写真、この写真おじいちゃんの足元と左手が写ってないの変じゃない？つまりおじいちゃんはあらかじめこういう風な写真を撮っておいて、うん、現像しておいた、うん、で犯行当日もう一度この写真をカメラで撮ってネガの位置が後ろに来るようにした。だからこの部分が切れちゃってるんじゃない？なるほど。時は本当に賢い子だねじゃあ正解？その前にね、もうちょっと写真をこれでよく見てごらん。はい、これああ、これ私がおじいちゃんに誕生日の日にプレゼントしたハンカチそうだね、うん、じゃあ実際に犯行当日に撮った写真ってことか。うん、なら写真の方にトリックを仕掛けるのは無理か。うん、わかった。なら仕掛けたのは振り子時計の方、振り子時計を止めたのはおじいちゃんじゃないんだ。おお、なるほどね。でもおじいちゃん共犯者使うようなそんなズルは絶対にしませんよ共犯者じゃないなら、うん、おいおい、あまりベタベタ指紋つけないでおくれよ。ドライアイスかな。え？振り子時計は角度がつくと動かなくなるでしょ、うん、だからおじいちゃんはあらかじめ振り子時計にドライアイスをつけておいて、それが溶けた時に振り子時計の角度がついて動かなくなるようにしたとか。あのね、指の油も気をつけてくれと言ってるのがドライアイスなんか使うわけないでしょ誰も。あ、じゃあ、うん、店の時計と家の時計を全部進めてた。お、私が3時30分とか20分とか思っていた時間が、うん、そもそも間違っていた。なるほどね。壁だけでも40台あるんだよ全部、まあそれを私が見てない間に元に戻すのが無理か。うん、まあね、焦らずにゆっくり考えてごらんなさい。行き詰まった時には元に戻るのもありだからね。わかった、うん、だったら明日学校が終わった後に、うん、その壁時計がある公園に行ってくる。え？現場を見れば何か思いつくかもしれないから。うん、
まあそれはいいが、あでも暗くなるまでにはちゃんと帰ってきてくれるんだよ。分かってるよ、おじいちゃんのアリバイ必ず崩してみせるからね。うん、うん、この辺に立ってこう、うん、位置は大体合ってるんだけどな。行き詰まった時には元に戻るのもあれだからね。やっぱり足と左手が映ってないの変だ。あ、もしかして、とか。あ、え、やばい、帰んなきゃ。ねえねえ、何やってる？俺らとさ、どっか遊び行かない？すみません、急いでて。ノリ悪くない？一緒に行こうよ。遊び行こうよ。あ、ね、話してください。行こうよ。なんでなんでなんで。急いでるんです。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。じゃバッグ持ってあげて。よっ。ああ、この間の？言ってろ、チクショー。覚えてろよ。どうもありがとうございました。何やってんだ、こんなとこに一人で。実はおじいちゃんの。アリバイ崩しのことは絶対に人に言っちゃダメなんだよ。おじいちゃん？いや、その、なんだ。そうか、おじいちゃんと喧嘩して家出しちまったんだ。は？いや、わかるよその気持ちは。でも、おじいちゃんの気持ちもちょっとは考えてやれよ。いや、そうじゃなくて。ほら、言い訳すんな。だから。ったくしょうがねえな。俺が間に入ってやるから。え？だからまあ本人も反省してることですしな。はい、だからまあ今回は俺の顔に免じて許してやってもらえませんか。ありがとうございます。なに、反抗期っていうのは誰にでも来るもんですから。まあどれだけ心配したことか。本当にごめんなさい。危ないことはおじいちゃんの心臓に悪いからやめておくれといつも言ってたよね。はい、まあ無事だったからよかったけれども。それで収穫はあったのかい？この写真のトリックがやっと分かったよ。おじいちゃんの振り子時計を止めたことは間違いない。行き詰まった時には元に戻るのもあれだからね。時々このアリバイ不正だな。時を戻すことができました。おじいちゃんのアリバイは崩れました。すごいね。聞かせていただきましょうかね。はい。この写真の時計は右に傾いています。お、正確に言うとカメラが左に傾いてるんだね。この写真が犯行当日に撮られたことは間違いない。でもその時間は3時25分じゃなくて
うん、2時20分、おじいちゃんはこの角田分だけ傾いて写真を撮ったんだよね。ああ、それ証拠はあるのかい？あるよ、うん、だってこの時計、長針と短針の位置がおかしいもの。おお、この壁時計の目盛りには数字がありませんから、2時20分の時に一目盛り分傾けると一見3時25分に見えます。でも長針が進んだ分だけ短針も進みますから、20分と25分では長針と短針の角度の差に 2.5 度のズレが生じることになります。なるほど。君はその角度を分度器で確かめたってわけか。はい。そしてこのアリバイ工作のために祖父が作ったのがこの不思議な台なんです。これだから時間を動かす道具なんだ。はい。祖父は犯行当日、まずこの写真を撮るための準備をして、よし、ねえ見て見て、おじいちゃん何やってんの？よかった君たち、ちょっと手伝ってもらえませんかね。あ、ま、孫娘びっくりさせてやろうと思いましてね。よいしょ、よいしょ、台とロープは絶対に映さないようにお願いしますよ。分かってるって。あ、2時20分、はい、チーズ。2時20分、通りすがりの女性にこの写真を撮ってもらいました。ありがとう、はい、孫がびっくりするのが楽しみだよ。ありがとうね、はい、ありがとうありがとう。それからタクシーで荷物を家まで運んで、私が学校から帰ってくる前にまた出かけて行って、宣言通り3時25分に戻ってきて振り子時計を止めたんです。っていうのが私の推理なんだけど、どう？よくまあ 2.5 度のちっちゃなトリックを見破ったね。完璧だよ。やったすごいすごい。いやいや驚いたね。これでわしのアリバイ作りも根底から覆されてしまいました。免許皆伝だよ。ありがとう。うんうん、でもね、これからはちゃんと門限は守るんだよ。はいはい、はいは一回、はいはい。はい、どうぞ。はい、ありがとう、いただきます。お、お茶の入れ方も随分上手になったね。本当？うん、うん、ビミー。はい、どうぞ。うん、ありがとう。言われてみれば口元になんだかほら力が入ってる感じがするな。分かってるって。はい、はい、お願いします。あ、2時20分。必死にバランス取ってたんでしょうね。うん、もしかしてあのおじいさんが筋トレしてたのって。はい、それもこの写真のための体作りでした。はあ、すごいな君のおじいさんは。はい、本当呆れちゃいますよね。でも嬉しかっただろうな、そうやって準備したアリバイを君が見事崩してみせて。ですね。うまい。
でもユーマさんの勘違いにはびっくりしましたけどね。今と全く変わってないな。優しいところなんでしょうけどね。やお時の。うわ、管理官。おはようございます。おはよう。時のこの時計クリーニング頼めるか。はい。あ、この時計覚えてるか。最初にこの店で修理を頼んだ時計だ。もちろんです。あの時の時のは荒れてたな。家で飲み越しちゃって。そうですね。どうしよう、あの話言っちゃおうかな。ん？いや言っちゃおう。あの家出事件の後な、この時計を引き取りに来た時、実は俺時野のじいちゃんに時野の将来のことを頼まれたんだ。え？なんだその話は。いやー俺もびっくりしたんですけどね。うん、どうもありがとうございました。いえいえ、こちらこそこの間本当にどうもありがとうございました。いえ、未来の刑事として当然のことをしたまでです。あなた刑事におなりになるんですか。この町の安全を守ってみせますよ。あ、そうですか。あなたのような方が刑事になってくれれば時野も喜ぶでしょうね。え？どうかいい刑事さんになって将来のみんなを守ってやってください。困ったな。まあ考えないこともないですけど。お願いします。そんな話いきなりするかね。当時なら時の中止っすよ。じゃあクリーニング頼むな。管理官もあんまり時野の仕事の邪魔しないように。あの勘違いもここからか。まあいいところなんでしょうけどね。